はい、どうもあっちゃんでございます。はい、どうも、ケンさんでございます。はい、というわけで、はい。選挙の投票始まりましたよ。はい、始まりましたはい、ね。というわけで、今回はね、2人で3票あるんで、はい。実際に投票していきたいなと。いいですね。誰に投票するのか、はい。お楽しみでございますが。はい。で、自分はね、日本柱の会と、NGT モバイルの会員の票があるんで、それをね、やっていこうかなと。はい。投票していきたいなと思います。はい。まあ、詳しい投票のやり方はね、なんかオフィシャルで YouTube に動画上がったんで、それ見てもらえれば分かるかなと思うんですけど、はい。まあ、実際に、なんていうの、その中身まで見れないんで、どういう感じで投票できるんだろうっていうところまで分からないんで、その辺こう一緒にできたらなと思うんで、はい。まあ、CD はバーコード読み取ってシリアルナンバー入れてくれればそれで投票できるんで、まあ簡単なんですけどね。というわけで、じゃあ自分の日本柱の会の投票権、私はやっぱり地元新潟に、いいですね。今まではユカルに投票してたんですよ。はい。NGT、NGT じゃ AKB のね。はい。まあ今年からはね、 NGT ができてるんで、NGT に入れたいなと思います。はい。さあ、誰にしようかっていうところですけど、これ迷うんですよね。加藤ミナなのか、これだから個人の推しに投票するべきなのか、新潟全体を背負ってるこう来たりや加藤ミナとかに入れた方がいいのかっていうところあるんですけど、まあ自分は中井梨花ちゃんでございます。というわけで投票します。うわ、こんなの出るんだね。すごいね。中井梨花、よろしいですか？よろしいです。おお、いった。お、すごい。お、すげえ、こんなの出る。すごい。初めて見た、これ。すごい。これ嬉しいこれいいじゃないですか。これは嬉しいね。そして可愛いっすね。かわいそう。これは嬉しい ね。これいいね。これすごいわ。今までこんなのあったかな？なかった気がする。新しいの。新しいね。はい、というわけで、すごい。サプライズがありましたね。日本柱の会は、会のね、投票権、リカちゃんに入れました。まあ、自分まずね、もう一票。モバメの方をね、先にちゃちゃっと投票したいなと思うんで、まあ、この画面でそのままやっちゃいますけど、いきます。あ、こんな感じで出てくるんだね。まあ、これ表示が縦になってるじゃないですか。まあ、だからスマホの画面でも同じ画面が出ますよってことそうなんですか、よそうね。か。というわけで、どうしようかな。ここ。いや、でも速報でね、リカちゃん入ったんで、頑張ってほしいんですよ。ということで、素晴らしこい。れもリカちゃんに入れたいと思いこまれす。は俺も驚きましたよ。あ、本当ですか？別の人に入れよう。ダブル票は分かんなかったあ、で本すよ。当。これ俺も身近がやられましたね。お というわけで、はい。イカちゃんに投票します。すごい。あ、でおお、も同じの出る。出るんだね。ってことは？あ、ここからでもいけますね。なんで、こう、全部のね、モバイルとモバメ取ってる人は、ここから投票できるね。便利です便利ね。ですね。はい、というわけで、今度、検査に。お答えしたいなと思います。任せてください。はい、どう今度も。は検査にね、まだ初めての経験ということで初めてなんですそれ。投票してもらいたいなと思います。清き一票をね、入れたいと思います。まあ、今パソコンの画面で表示してますけど、スマホでも同じ画面が出るんで、まあ、この辺一緒にね、見てもらえばいいなと思いますが、まあ、トップページ開くともう出てくるんですよ、こんな感じで。でもうここにね、投票受付中ってあるんで、ここから選択してもらって、じゃあ、行きケイまさんす。実際に投票してもらいましょ行きまう。す。まず、投票受付中。そうすると、投票はこちらみたいな。誘導されました。行きまそのす。まま行きましょう。あれ、これはまあ、見覚えある。まあ、先ほどね、投票した投票画面になるんで、今度はね、モバイル会員投票こっちですね。できるんで、こっちから投票したいと。行きます。さあ、
ここからでしょう。誰に投票するか。これは未知の男です。初めてですよ。本当に生まれて初めてですから。あ、マジか。生まれて初めてあの投票するの。あ、今までじゃあ、あれだ。なかったんですよ。あ、見てはいたけどって感じか。そうなんですよ。なるほどね。誰に投票するのか。まさかの。まあ意外とニャンニャン仮面もいい位置にいましたからね。僕は、そうですね、皆さん誰予想してるかこいつ知らないよって思ってるか知らないですけど、ね、僕は、はい、お、まさかの NGT なんです。来ましたね。これは NGT の、はい、あのみんなそれぞれ、うん、あの最近メンバーのことがちょっとずつ知ってて、うん、それぞれみんな良さはあると思ったんです、はい、ただこれからもうどんどんなんかね、一票でどうなるかわかんないけど、一票すごい力をちょっと込めて、うん、そうね、なんていうの、応援、うん、俺としてはしたいので、うん、いきます。お、なるほど、はい、そうきますか。カニさん、いいですね。なんかこう、引きつけられたんですよ。ああ、なるほどね。はい、なんで、入れます。あやかにに、あやかにさんに入れます。はい、ありがとう、いきます。はい、投票します。よろしいですか。はい、お、来ました。あ、もうこれで投票完了です。いや、後悔はないです。お、お、まとめますね。いつも応援ありがとうございます。全力で夢をつかみに行って。ああ、いいですね。いいですね。入れました。はい、このマークってカニ座だから、これなのか。あ、そうか、ね、そうだね、こういうマークだもんね、うん、すごい。はい、というわけで、はい、実際に投票してみようというところでしたが、はい、まあ、ちょっと意外でしたね。意外でしたか、うん、俺なんかユリアさんとか。そうなんです、ちょっと正直考えたんですけど、うん、なんかこう、あやかにさんにすごい入れたいなと思って、そう、ね、ちょっと上がってきて、あやかにさんに決めました。いいですね、はい、まあ今年新潟開催なんでね、はい、NGT メンバー頑張ってほしいんで、はい、いいと思います。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、今回は実際に投票してみたっていう、はい、ところでございました。はい、初めての俺でもね、全然簡単に投票できたので、まあ、ぜひね、初めての方いっぱいいると思うんで、うんうん、これ参考にね、はい、見てもらって投票してもらえればと思います。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、動画見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。お願いします。ホームページとツイッターもやっております。ゲーム実況もやってますので見ていただけたら嬉しいです。